他人行儀じゃないよ、ルナとハーチも好きだよ。え、マジで？うん。なんで急にそんな、ちょっと歌われちゃうね。なんだ急にって、自分だってこの間なんか急に変なチャットしてきたやんけ。記憶にございませんね。ルナタン、実はさ、本当は言うか迷ったんだけど、ガチ恋しちゃったんだよね。言ってねえよ。聞き直わない。そんなチャットしたやんけ。そんな架空の出来事をさ。おいおい、リリちゃんも来てる。おい、スクショ貼るぞ。おい、なんかのネタなのかなと思って、とりあえずいいよって言ったけど。いやいやだ、とりあえずいいよって。適当すぎないか。おい、え、そんなさ、妄想しちゃうぐらいハーちゃんのこと好きになっちゃったんだね。あー。え、それミコもって、え、ミコミコ先輩もそれ言われたの？え、誰誰、え、ミコ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 ミコ先輩おるね。今ごめん、それミコもっつってるけど。おい、ごめん、え、ちょっと待って、今コメ欄にいた。え、あ、え、何の食ってんのこれ。やめてやめて、いや、知らせん知らせん。あはぁ、おい、お前。お前、明日ミコとデートなんだからやめろよ。みんなにコピペ、コピペしてんのか。おい、明日ミコとデートなんだから。え、ちょっと待って、今ガチや。今ガチなやつ出ちゃったんだけど。え、今配信してんの？アルフォロメンからなんか DM が来たんだけど、そこでは言えない。僕騙されてんのかな、ドッキリかな、これ。わかんない、もしかしたらみんなに言えないかもしんない、ごめんね。はーちゃんも、はーちゃんもなん、はーちゃんもなんかしてる。ちょっと今ディスコ。これは、ほ、いや、なんでもない。え、みんななんでもない、気にしないで。みんな、はーちゃんなんでもない、なんで、みんな忘れて。今のはちょっとみんなには言えない話だな。はーちゃまからDM 来たんだけど、これなんて返すべきだったかな、どういう意図なのだろう。またね、実はさ、本当は言うか迷ったんだけど、ガチ恋しちゃったんだよね、付き合わないって来て、え、どうした、ドッキリ、ドッキリ、そんなわけないじゃん、またねなら付き合う通り越して結婚でもいいくらいだよ、結婚届けもらいに行くか、やったーで終わってんだけどさ。なんか企画、何、みんなに送っているのかもしや。むむ、とりあえず遊ぼうか。